こんにちは高島塾代表の高島ですえ今日は元世界チャンピオンの小野誠二さんとスマッシュ論について語りたいと思います先般全日本選手権の総括を二人でいろいろ話もしましたその中で今の現全日本の大会を見ていても なななかなかスマッシュを打てる選手が少ないしかもまあ女子で言えば伊藤美誠ちゃんがスマッシュを打って活躍しているというところで、まあ、ほぼほぼドライブ型の選手が多いこれはまあ現代卓球でもドライブ全盛時代と。 言ってもいいぐらい世界的に見てもドライブが主流というのはこれは間違いないと思います。特にまあドライブが前生の場合にはやっぱり用具の進化、テンション系あるいは粘着性いろんな種類のラバーが出ます。これもまあ主としてドライブ型のラバーである。 カットマンもいますけどもカット用のラバーとかそういうのはあまり効かないですねだからカットマンも工夫してドライブを使う攻撃型のラバーを使うと。 しかもまあカットマンもカットだけじゃなくて攻撃もするということもありますけれどもそういうふうにトータルの面を考えてなぜ今スマッシュ論かということを少しピックアップして話をしたいと思います。先般高島塾の方ではあのツイッターを上げましてスマッシュをした方がいいのかスマッシュはいらないのか。 いうようなことをいくつかアンケートを実施いたしまして約600人ぐららいいの方からそれに対しししてて回答たただきましたざっと言いますと現代卓球にはスマッシュが必要なのかどうかということに対しましては51%の人がスマッシュは必要であるというふうに答えていただいているんですが現代卓球にはスマッシュがいらないんだという人はまあ22%ぐらいです。 で中国選手がスマッシュを打たないからというのが13%ですね、まあ、これはまあ中国の卓球というのがまあ今世界で最先端。 言ってるわけですからどの選手もドライブ主戦でありますあ日本はそれの後追いをしているというようなことは事実だと思いますがスマッシュの打ち方が分からないからだというのが16%ですのでスマッシュというのが現代卓球ではあまり見慣れないというかねそういうのが事実でありまして今日お話をさせていただく内容はですね日本の歴代の世界チャンピオンというのはその時代その時代の卓球のスタイルというのが ありますが、まあ、ここにいる大野誠二さんがスマッシュで世界を取ったという時代は1979年です。 70年代80年代っていうのはドライブ前世でもありましたで今よりもテンション系のラバーそれからいろいろ問題になりましたがラバーグルーといいますかねそういうふうに気圧性の高いやつを塗って少しボールを飛ばすとしかもボールが3 8ミ、mm、リで今のスピードはありますけれどもそれに負けないぐらいのスピードの時代で世界チャンピオンになったとでこれ一つはやはりスマッシュ系であったということなんですね。 で私はまあそばで見ていてスマッシュの威力っていうのはこんなに破壊力があるんだということを生で見ていますのでそれをですねこれから現代卓球の中でもこれから卓球を目指す選手のスタイルがまあ誰でもというわけにいかないですけどもドライブ型を目指す人もいればスマッシュ型を目指す人もいますけれどもよりスマッシュ型で成果を上げてくれば日本の卓球がスマッシュ型のプレーヤーが多くなってきて。 中国とかヨーロッパに勝てる確率が高くなるんではないかというふうに思いまして今日は元世界チャンピオンの小野誠さんとスマッシュ論を語りたいと思いますがまず小野誠さん、はい、えっと世界選手権で1979年で優勝してもう40年経ちますが、はい、うん40年の間にやっぱりあなたのようなスマッシュ型の選手がまあ出てきていないと、はい。それ一つには まあ我々にも責任がありますが、スマッシュ打法というのはまあ今のワコ若い人たちにはあの見たことがないとスマッシュではね。まあ伊藤美和ちゃんのスマッシュぐらいしか見れないと。でも日本のいろんなところで講習会やってもあるいは学校へ行っても。 最終的には打球練習でスマッシュ練習というのが必ずあるわけですねだからスマッシュは打っているんですがそのスマッシュがドライブよよりも威力のあるるスマッシュを打ててとは考えいいないわけですよ、まあ、ミート打ちとか角度打ちとかという言い方をするんですが我々が言うスマッシュというのはドライブスマッシュですよね。はい 角度打打ちちミートでではないわけですだからドライブスマッシュっていうのはドライブ打法からスマッシュに切り替えれるということですのでスマッシュの軌道とドライブの軌道が違うだけでしかもボールの球質も違う威力からするとスマッシュの方が相手にとっては非常に取りづらいというような球が出るわけですね。まあ、それは破壊力も違うということですのでその辺なんかコメントはありますか スマッシュを打たれて点を失ってしまうとやられたっていう思いが感じるのでその1球が試合の流れを変えるるにもなり得ると思います打たれたら困るっていうボールが相手に伝わってくると打たせないようにっていうことでプレーがだんだんこう狭まってくるのでこちらとしても的を絞れるっていうところにはものすごくあの有利な展開になるように。 感じますただ残念なのはやはりスマッシュミスをしたときに今のボールはドライブだったら入って得点になったかもしれないっていうのがやはり脳裏にちょっとでも浮かんでしまうとスマッシュを打つときには躊躇してしまうのでもうスマッシュは打てなくなるのではないかなというふうに感じますで、私の場合はミスをしてももし同じボールが来たらさらにもっと強いスイングで打ったら入るのではないかなという何かこう前向きな 気持ちでボールを打つこととががででできたたのでそれが良かかった点ではないかなというふうに思い思ますスマッシュをまあ覚える段階に大体1日どれぐらいスマッシュまあざっくり数からいったらどれぐらい時間とかどれぐらいやったんですか時間でいったら1時間ぐらいはスマッシュ練習はしたと思います毎日はいまあだから1,000球以上は打ってるいうことですね そうですね,ね、はい、スマッシュでねどんなスマッシュを打ってたんですかまあ、もちろんロビングスマッシュとかまずはもう優しいボールを打つことから始めることが一番いいとに思ってたのでまずは自分で卓球台のところにボールを置いてそれをクロスミドル ストトレートって打ち分けてそれがもう確実に入るぐらいまでにあの精度を上げるっていうことを毎日やったのを記憶してます、うん、相手にボールを出してもらう打ち方もあるけれどもまず自分でボールを台の上に置いてバウンドさせて、はい、でそれをスマッシュを各コースに力いっぱい打つと、はい、その確率を高くすると、はいはい、フォアからとミドルからとバックスれたからと3点に分けてフォアクロス からとバッククロスからとというふうに分けて、うんえー、確実に入るような打ち方をして、うん、特に左はバッククロス打ったときには左に流れるように、うん、打ちましたがそれをものすごく意識してあの練習やりましたでその後、まあボールを使って、はいえー、ボールを出してもらったりとか、はい、ショート打ちとかのスマッシュ、はいでまあ、ドライブをかけてもらってドライブの打つドライブスマッシュ。はい それからまあカットの球を打つ、まあ、逆回転のカット球の球を打つスマッシュ、はい、それからまあロビングスマッシュという段階ですかねだから今の現代卓球のそういうボール球出に対してスマッシュを打つのは難しいんではないかというようなねそういう,こう回答が多いんですよ。